今日ショールームするつもりなくて、そう、あのこんな帰ってこれると思ってなかったから、だから帰るときにあの前髪全部上げて帽子かぶって帰ってきたら、あ、ショールームできるかもなって思ったときにはもう取り返しがつかなくて、適当に溶かしたらちょっとまっすぐじゃないけど、こんばんは。アルバムフラゲ日ですね今日は。でも私まだ MV 見てないんだよね、完成した。そう、そう、 MV 見てない。なんかね、見た完成した MV をね、見た前にね見てたメンバーもいるらしいんだけど、私はまだね見せてもらってない。そうだけどね、ダンスバージョンは私ね多分1秒も映ってなくてダンスバージョンはね割と結構ねみんな映ってなかったかもしれないどうだろう、本当の MV は映ってるのか。どうなんだ、割と映ってない。でもね、何したかな、クレープとか食べてた？食べてもない。クレープは MV 用じゃなかったっけ？なんかね、いろいろしたんですよね。なんか私も見てないから何とも言えないけど、まあ明日が発売日なんでね。そう、ショット載せようと思ってるんだけど、自撮りが全然なくて、メンバーと撮ったツーショットとかしかなくて、そう、そういうのをねいっぱいあげてるんです。だからダンス覚えるの？めっちゃねダンス難しかったんだよね今回。あ、でもね、あのあゆ太郎さんの卒業公演の好きの種の方が私過去一難しかった。なんかあんなにあの覚えられなくて難しい、そのダンス初めて、なんかなんかね、ほんとめっちゃ難しかったんだよね好きの種。ほんとにね覚えられなくて、でも振り入れしたのが卒業公演本番の3日前とかだったな、難しいのにあんなに。そうだからね、なんか全然覚えられなくて、あのずっとみゆみゆに教えてもらってました。好きの種や振り入れして、その好きの種の振り入れが終わった後にまた次の曲の振り入れがあったんだけど、私それは参加してなかったんで、参加してなくて、でみゆみゆも参加してなかったから、もう終わったら絶対教えてってみゆみゆ先生を予約取ってでも1対1で、あのひたすら1対1というか2人でひたすら踊って叩き込むっていうことをして、でまあそうやって叩き込めば寝たら覚えるから、それで寝て、で次の日またレッスンがあったから、またみゆみゆと踊って、あ割といけんじゃないみたいなめっちゃね難しかったあれは、うん、難しすぎてうおーって思って、めっちゃ難しかったですね。でもね楽しかった。なんかさ、こう私もあと1ヶ月で卒業するから、この好きの種めっちゃ一生懸命覚えたのに、あゆ太郎さん卒業公演1回だけの披露じゃもったいないって思って、卒業公演に瀬戸利に入れたいなって思ったぐらい難しかった。そう、めっちゃね難しかったですね。
超難しかった。結構ね、新しい初めてやった曲がいっぱいあって、なんだっけな、結構ほぼ全部だったかも。前のめりと12秒、でも多分私バルタラさんスキル公演のレッスンに参加したのが2日間だけで、それで前のめりと12秒と 2B と夢の川、月の種、あと何だっけ、あの曲名が出てこない、あ、彼女になりますかもあったし、名前が出てこない、サマーデイ、え、違うな、なんだっけ、風の向きが変わってしまう、プライベート様、あと何やったっけな、7曲ぐらいかな。2日っていうか、まあ2日、まるまる2日じゃないけど、午後とか夕方とかだけ、7曲ぐらいかな、新しいの。めっちゃね、そうやったね、7曲新しいのやった。2日って言っても、の1日のレッスン時間はだいたい5時間とかかな。5時間ないか、他の曲もやってるか、やったことある曲もポジションとか違うから7曲ぐらいか。やったことある曲もあれだから、あのポジションとかみんな違うから、うん、でも他のメンバーもこれぐらいじゃないかな。あ、でもあれも初めてだった、チャンスの順番もサビしかやったことなくて、平歌やったことなくて、平歌のところは初めてやった。な、何言ってたっけな、今日負けも久しぶりにやったよね、ゆうたろうさんとの思い出はね、思い出っていうか、あの TGC 合宿の時になんか、あのあとみんなには言えないみんなには、まあ、言ってもいいんだけど言えないようなねことがなんかあって、そうで、あのマネージャーさんにね、なんかこう言われたんですみたいな、こうなったんですみたいなのを話してて、私がちょっとなんかしょんげりしてたんですよ。そう、へこんでもうすぐ泣くんじゃないかみたいな感じで、2人でね、マネージャーさんと、そう、あの仲いいマネージャーさんとなんか廊下みたいなところで話してて、私がしょげてたら八太郎さんが来てくれて、大丈夫だよ大丈夫だよって言ってくれて、あゆなんてこうこうこうだからとか、めっちゃ励ましてくれて、そう、めっちゃ優しいと思って、そうなんですよ私がね、しょげてて励ましに来てくれたんです。もう休みがねなくなるからね、今月はずっと、今月というか7月とか、明日アルバム発売からずっともう多
多分休みがゼロなんじゃないかなって思っててやばいですよね。あっという間に卒業公演なんですよ。だから私の卒業公演も進んでるのか進んでないのかわからないけど、でもそうスタッフさんとかもやっぱりツアーでいろいろ忙しいからなんかもう何も言えないんですよね。確かにツアーは忙しいしなって思って、てかまずはツアーだしなって思ってるけど、ツアーが終わったらもうあと3日4日とか1週間弱とかで卒業公演が来るかもしれないわけで、きっといろいろできるだけ自分がやりたいようにやりたいなとは思ってます。ちょっとね卒業発表私の卒業発表ちょっとさみんなもなんかこれなんみたいなきっと言われちゃったぐらい、きっとなんかねおろそかな感じだったから、卒業公演は盛大にやらせていただけるように頑張りますね。多分卒業公演のねリハーサルは3日ぐらいしかできないんじゃないかなって思って、そう。わかんないんだよね、まだ私は何もみんなにね、いろいろね、聞かれるんですよ、メールの返信とかで、これはこうなのとか聞かれるけど、私もわかんないし、私もできる限りのことは私もさ、知りたいんですよ。その友達とかも呼びたいから、これこうですかってそう聞いてみてるんだけど、そう、あの返信があんまり来なくてひたすら送っては見てるんだけど、まあ卒業公演はできるんだと思いますでも忙しいもんなとか思って、すっぴんっていうことをあの当たり前に思って配信してるのが悪いって思ったから、きっとちゃんとすっぴんっていうことをみんなの頭の中に入れてこの配信を見てほしいとにかく、そう、もう7月は多分休みがないから、昨日ね、あの柴田に行ってきたんですよ、の利用しに。そう、でもね、まあ雷が落ちちゃったりして、やっぱダメだってなって朝連絡来て、そう、あの行くか行かないか天気があれだから朝連絡しますってなって、私家出る30分前ぐらいに今日やりますって来て、私やらないと思って、さすがに大雨だったから、そうだからもうさすがにないなって思ってたんだけど、家でも30分前にやりますって来て、もう布団から飛び出してすっぴんで向かって、でもやっぱやらないってなって新潟戻ってきて、やらないってなって新潟戻ってきた時間が9時とか朝の9時、おかしいでしょ。5時半とかに多分確か飛び起きて、9時ですよ新潟帰ってきたのなんか何するみたいな、あのね、その後もその柴田行った後にまたお仕事がねあったので、そのお仕事の前に17時ぐらいにはるかとその美容サロンみたいなのを予約してて、一緒に行こうって
なってて、でも5時でその後にちょっとお仕事があって、で5時どうするみたいな何してるって何しようってなって、ではるかとね、あの燕三条の方まで電車で行って、そう新潟スイーツ部をしてきて、そうで甘いの食べて、わざわざ燕三条まで行って、でも5時からサロン予約してるから、あの燕三条の滞在時間多分1時間ぐらいなんだけど、三条行ってで甘いの食べて新潟帰ってきて、サロン行ってで、あのそうでしないキスのパネル見に行ってみたいなことをしてました。昨日めっちゃ活動的な一日でしたね。こんばんは。今日ずっとお腹空いてるんですよね。なんだろう。でもなんかもうめっちゃ疲れてて、一昨日と昨日の睡眠時間を合わせたら5時間しかなくて、合わせて5時間で、なんかそうなんですよ、やばいよね。でもその一昨日は青の家に泊まってて、それで2人で映画見たら遅くなっちゃって、で次の日は帰ってくるの遅かった上に次の日朝からのお仕事で全然寝れなくて、そうそして柴田に行って、でめちゃめちゃ疲れてて、でさ暑いからさお腹空くんだよね、めっちゃ。テラピはアルバム買うの？テラピまだ買ってない。今日もらえるんじゃないかなって思って、みんな私の分も買っといてください。それで学校も行ってるんでしょ。今日はね学校行ってきました。学校に、ね、行ってるよ、ちゃんと。私なんか卒業発表してからめっちゃ言われるんだけど、 いろんな人になんか学校通うって言った時にもう卒業するっていうのは確信してた。だってテラヒナはなんか2個両立できない性格っていうのは知ってたしみたいな。いや私の何を知ってるのそれがもう本当になんでって思っちゃうの。そう、まあ、確かに専門学校に学校に行きますって言って感づくのは、まあ、別に悪いことじゃない。別に感づいてたよって、まあ、言ってきても全然、まあ、感づいてたんだみたいな感じなんだけど、まあ、なんか大変な性格上2個両立できる子じゃないって言われるのが本当になんでって思って、私別に両立できるし今してるし、無理だったら4月に私は卒業してるし、それができないんだったら、でも7月っていうところを選んでるんだから別に両立できない人ではないし、全然できるし余裕で、高校だって中学だって両立してきたし、高校は理解がある高校だったから、まあ、多少の配慮はあったから両立できて、でその私は専門はさ、その考慮がないから、向こうの考慮っていうかがないから、まあ、確かにちゃんと行かないといけないからっていうのは分かるけど、全然両立できるし、私がそんなダメな子だと思われてたんだっていうのがすごいショックで、そ
さ、ね、全然両立できるし、私そんなさ、なんかなんて言うんだろう、そんなその両立をできないからやめたんじゃなくて、その私は将来なりたいことをするために行く専門学校とこの NGT での今頑張るのかっていう時ところを考えた時に、両立するよりこっちに専念して将来のことを考えた方がいいなって、今このグループにいて、このなんていうんだろう、自分的に、まあ、何が起こるかわからないからわかんないけど、そのずっと行って何年も行って成長する兆しがあんまり見えなかったから、私はこっちに専念することを選んだだけで、別に両立なんてできるし、頑張ればそれはなんか自分が頑張ればいい話じゃないですか。できないなんてね、ことはないし、死に物狂いで頑張ればいい話なんですよ。そうなんです。で、決めつけは良くないですよ、本当に。できますから、両立なんて。だってこんなにも私は社会人になった上で NGT をやったことがないから、中学3年生で NGT に入って、中学生でも両立して、まあ、中学は義務教育だったから、まあ確かにいくら休んでも修行ができるから割と仕事の時はお構いなしに休んでたりもしたけど、でも高校もちゃんと、まあ高校も理解あるところだったけど、ちゃんと両立も頑張ったしでやってきてるから、いきなり専門になって両立できない、知ってたって言われるのは違うんですよ。両立してきたじゃん。そうしてきて、別に専門学校がなんでいきなり両立できなくなる、確かに大変だけど、全然中学とは高校の時よりは比べ物にならないぐらい大変だけど、両立できるって思ったから4月までにしたし、そう。でも私は学校通うからにはしっかりちゃんと卒業したいし、その学校を留年とかせずに、そうだからその夏休みまでっていう期間を設けただけで、それ終わったらちゃんと足りない単位も、私は多分夏休みないんですよ今のところ夏休みにちゃんと行って単位をね、今まで4,5,6,7 と休んだ単位を夏休みにちゃんと取り戻すために、夏休みまでっていうことにしたんですよ。そう、専念したいから。だからなんかそのできないって知ってたって言わないでほしい。できるしできるし、私だって幼稚なんでできますよ。私そんなね、なんか甘えた性格に見えてるかもしれないけど、全然なんかなんて言うんだろう、ファンの方とかこのショールームとかでは結構適当な性格っていうかさ、なんかうんみたいな感じで言ってるけど、割としっかりしてるし、割とやることはやりたいし、逆にやることやらない人はどうなのって思うぐらい、なんか思えるぐらいちゃんとやることはしっかりやるし、そう、それがここ最近一番ショックだった話傷ついたってよりもショックだったんですよ。え、私そういう風に見られてんのって思って、両立できないみたいな、できるしやってるしっていう、そう、やってるし今両立を頑張ってる上でそれを言われたら悲しくなっちゃうし、そう、そう、私ちゃんと自分がやりたいって言ったことは責任持って最後までやるし、そう、で習い事だっていっぱいやってきたけど、これ習いたいって言って習ったものは絶対トップになってなるまで頑張っていい結果残してるし、習い事も全部。アスカランバありがとうございます。やることはね、やってますよ、ちゃんと。そんなね、
ですよ。私はねバカだと思ってたら大間違いなんですよ。確かに、まあ、勉強とかはできるかできないかって言われたら分かんないけど、人間としてはちゃんとやってますよ。ね、だって頑張ってること否定されたらきっと悲しくなっちゃうじゃないですか。まあきっとなん、まあ、これだけじゃないけどさ、まあ、こういうなんていうんだ、みんなのところに立つことをしてるとさ、これ頑張ってたのにもっと頑張ってよとか言われるのもさ同じことなんですよ。そう、もなんていうんだろう、アドバイスっていうか、なんだろう、私はいろいろなことを踏まえてこう大人の事情とか私の生活とかいろいろ含めできる限りのことをやってるんですよ。よよそう、私の中ではねできる限り頑張ろうって思って頑張ってるところに、なんか発信が少ないとかもっとこうした方がいいんじゃないのとか言われても、それはできないからやってないんですっていう話。そうなんですね。そう、今2年たくさんあったけど、もうそれをそれをするからこの際だけど、いろんなことアイドルって大変だなって思いました。3期生ちゃん頑張っ って自分で言うのもあれだけど、私人間的にはねいい子だと思ってるんだよね自分のこと。分かんないけどね、いや全然いい子じゃないかもしれないけど、割としっかり生きてきた方だと思うんだ。まともな考えは持ってるはずだし、それは親のおかげでね、まともなちゃんとしたことはね習ってきてるはずなんですよ。ということで卒業まで頑張ります頑張ってみたいと思います。そうそう、あのね、それがねちょっとずっと引っかかってて、私1ヶ月に1回のメンタルブレイクにの時になんかそういうことがあったから、そうメンタルブレイクっていうかもういっぱいいっぱいになって、もう頑張ってんのになんでこんなことを言う人がいるのって思って、思ってたんです。綺麗です、ありがとうございます。なんか初訪問者が多いな。どうした、だなんかの配信が終わったのかな。まあそんな感じですかね。で皆さんは人の心を読むということを大事にしましょう。インパクトがでかかった、いやいつもの私なら結構スルーしてるんだけど、なんか私がもうどうすればいいのって思ってる時にそれがあったから、ちょっと我慢ができなかったですね。まあ、ギフトありがとうございます。いや確かにね、その私が学校行ってるのだってさ、嘘って言えば嘘にできるしさ、みんな別に見てないじゃん私が学校行ってるのとか、怖
校行ってるっていうか、まあ、みんな青とかはるかも今さ学生だから学校行ってるけどさ、うん、なんていうんですかね、別に見てるわけじゃないから確かにそう思われても別に何も言えないし、そうでね、出してないもんねとは思うけどね、みんな頑張ってるんですよメンバーは。そうだよ、まあね、みんなに全てが言えるわけじゃないから、こうやって表立ってる人はね、行動がさバレちゃうのもさダメなことだからさ、密かに生きてるんですけど割と密かに生きてるんですけど、まあ、バレるもんはバレるんです。私美容室行ってるんですけど行くかみんな、 NGT ってこと言ってなかったけどバレてたらしくて、そうびっくりしちゃったバレてるって、そう言ってないの私、NJT ですっていうの、そうだからちょっともろみが少ないのも、あごかゆいわおばめの数が少ないのもちょっと頑張ってるんだけど、頑張りますって、それはちょっともう頑張りますって、でもあのできる範囲で頑張ってるんですけど、残り卒業公演まで1ヶ月ぐらいなので、 SNS 周りはちゃんとね夜夜な夜なでもやっていきたいと思います。職業学生ですよそこはね困んないんです。でもなんか青とご飯行った時になんか結構フレンドリーなご飯屋さんだったんですよ。なんかお肉焼いてくれたりする、でなんかえお友達ですかってはいって言って、何歳え何歳ですかって言われたから、の高3の代とで年齢が違うじゃん、私が1個上で、えどこで知り合ったんですかって言われて、普通になんかさ学校の先輩とか言えばいいけどさ、別にそうじゃないからの先輩っていうその頭がなくて、部活の先輩とかで、えどこでえどうえそんな仲いいんですかみたいな、どこで知り合ったんですかって言われてなみたいなやってたら、あ内緒ってことでみたいなって言われて、確かに不思議だなって思って、そう確かに不思議に思うよ年齢的にね、そう普通にね学校の先輩っていう案が出てこなくて、実際そうじゃないからそうじゃないから全然出てこなくて、であーふーってやって、その場しのいだ後に先輩って言えばよかったねみたいな部活の先輩後輩とかにしとけばよかったねみたいな話をしてて、だから次聞かれた時はそうしようって思って、いや今日フラゲ日ですよアルバム、フラゲ日です。私もさ見たいんだけど、みんなゲットしましたか？私も買ってこようかな、生写真とか見てみたいし。あれですよね、特典が店舗によって違くて、なんか私 2個ぐらい参加してんだけど、どっかがスイーツ部でどっかがちっちゃいもんなんですよ。どこだっけな、そうなんか公式に出てたよね、まあね、ちっちゃいもんでね撮ったんですよ。寒かったあれ本当にね、寒くてめちゃめちゃ寒いんですよ、寒かったのも
私あの寒すぎてあのなんていうんだろう、人間って寒いと体を温めようとするじゃないですか。そうだからもうめっちゃ冷えて寒くて、でホテル帰った瞬間にホテルがもうあったかすぎてはぁってなった反動で、でもまだ体はあの寒いから温めようとするんですよ。だから体温が上がってっちゃって、一瞬だけなんか体温めっちゃ高くなっちゃって、えみたいななったけど全然大丈夫だったんですけどね。そうね、それぐらい寒かったの。もう絶対次の日風邪ひくわとか思いながら撮影してた。何日間かだけど。まあ、来てもアマゾン？いいじゃん。アマゾン嬉しいな。本当にね。あのもう寒すぎた、おかしいぐらい寒かった。なんか寒いとかじゃない、寒すぎて寒すぎて寒いとかじゃなかったな。佐渡はね6回目とか5回目ぐらいかな行くの。修学旅行でも行ったし、私おじいちゃんと毎年行ってたりもしたんですよ、ね、5、6、7とかもそんぐらいとめっちゃ行ったことある。目が覚めた、さっき前に向かったけど皆さん、え、みんなフラゲしましたか。ところでなんかランキングみたいなの出るよね、売り上げランキングみたいな。それって予約分だけなのかな。ね、なんかね毎回見てるんだけど精度がよく分かんなくて、説明されるんだけど分かんってないんだよね。あ、ギフトありがとうございます。これね、1位になりたいですね。ランキング発売日までフラゲ分だけなのかな、それって。フラゲ分のみだって。じゃあみんな今から急いで今から急いでね、これ1位になったらすごいですね。今からでも間に合うよ、多分24時までじゃない、今日の今からキパヤに走っても遅くないですよみんな伝えに行くんだ。アマゾンがいいかアマゾンがいいか、ちっちゃいもんだし、アマゾンがいい。え、でもアマゾン明日届くからね。そしたら伝えの方がいいですね。タワレコか新潟だとなんか伝えっていう概念があるけど、タワレコに行くんだ、みんな。気になるのってね、難しいですよね。頑張れ、頑張れ。私も買ってこようかな。でもさ、
わかんない、毎回なんか枚数とかのさランキングが出ても何距離の前後の順位の人と何枚差とか見たことないけどさ、しっかりそれがさ50枚とかだったらさめっちゃ悔しいね。100枚とかでも悔しいか。え、そんなことあんのかな。100枚とかもそんなことないか。100、世の中にこんなに人間がいて100枚差で順位が変わることはないか。あれですよね、コンサートの、え、私コンサートがすごい見たいんですよね。私コンサート出たけど見てないからさコンサート出たけど一回も見たことないからさ、俯瞰で単独もゆかさんのスリルコンサートも結構コンサート楽しみかもめっちゃ楽しみ。コンサートえ、もらいたいな。明日もらえるかな。ね、私より先にみんなが見てるっていう私も見たいんだけど。明日ですね。いよ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 。なんか話そうとしたんだけど、なんか話そうとしたんだよね。何話そうとしたんだっけ今。それで決まった。あ、そうだ、え、これ言っていいのかな。でもいいか、言っちゃダメなことないか聞いてください。私ね、今年さ厄年じゃないですか。そう、厄年なんですよ。だからあのその運が悪いはずなんですね。でもその私最近コンサート、いろんな方のコンサートに行くのにハマってて、そうで結構ね、まあ倍率とかもすごい中、あの何個申し込んだ、1、2、3、4、4月、おみくじ引くのっていつだっけ、1月か。あの今年入ってから4個、あ、5個か、牧原のりゅうさんのも入れたら5個かな、申し込んで、私そのうちの外れたのが1個だけなんですよすごくない？そう、なんかもうえってなんかびっくりでしょ。でね、その何が言いたいかっていうと、今日渡辺美穂さんの卒業コンサートやってるじゃないですか。私当たったんですよ、なんと。え、どうしよう、これ当たってたの。でも倍率すごいの知ってるでしょみんな。当たったの、まさかの。ちょっとこの凄さは分かるでしょ絶対みんななら。当たったので、今日私お休みだったの一日、引けたじゃん私。だから当たったから、あ、もう休みない、休み欲しいって思ってスタッフさんに連絡したら、アルバムのプロモーションあるみたいな言われて、あ、それはダメだなって思って、お友達にねお譲りしたんですよ。そう、でも ないやん私行かなかったやん、プロモーション
え？ね、え、プロモーション呼ばれてないんだけどみたいな。いけたやん。いや、真っ最中ですよコンサートも。なんかさ、あの配信やってるから配信で見ようかなとも思ったんだけど、それはまあ諦めたけど。でもグッズは買いましたグッズは買いましたよ。 T シャツ可愛かったから。ねえ、当たったのすごくない？いや、ちょっとこれはね、もうスタッフさん激怒、スタッフさんに対して激怒です。もうないやん知ってなかったみたいな。いや、でもね、なんか一昨日ぐらいにスタッフさんと話した時に、あのみんな行くみたいな、え、プロモーションなんて全員で行くでしょみたいな言われたから、あ、やっぱ全員なんだなって思ってたら全然予定に入ってなくて。ね、本当にもったいないよね。倍率どんだけだったと思ってんの、あれ、あの倍率の凄さ。でも本当に当たる気なかったの。もう当たると思ってないから。そうで、普通にそう申し込んで、そしたらなんか当選みたいなえみたいって思って舞い上がってたのに、え、いけないくねってなったくせに、え、今日一日オフみたいないや、仕事があればしょうがないなとは思ったけど、今日休みだったんだけど、丸一日学校行ってきて、本当に。だからプロモーションあったら全然納得だった、私は。でも休みだったらさ、なんだけど余裕で、でも本当に本当に怒ってる私は。しかもさ、あれ、明日の配信って何時からだったっけ。ねえ、倍率知ってるでしょ、見たでしょみんな。あのね、ツイッターとかでよくトレンド入ってて、当落とかさ、うん、なんか当たったんだよ本当に。配信19時からでしょ、間に合うじゃん。いや、せめて明日朝からリハがあるとかだったら、あんま行っても帰ってこれないしなとは思ったんだけど、明日全然余裕で新幹線で帰ってくれば間に合うし。ね、本当にさ無理なんだけど、悔しすぎて。いや、みんな楽しんでんだろうな、うん、だからもう私卒業したらもうライブ行きまくります、いろんな方の。だからその5個申し込んだ中の、あ、まあ、1個はこれなんですよ。まあでも行かなかったけどね。で、それはそのうちあと3つは自分が行きたかったコンサートで、で、もう1個は何でしょう、妹が好きな、そのなんか、なんて言うんだろう、アニメっていうのかな、なんなんだろう、わかんないんだけど、そのね、ライブがあって、で、家族4人で申し込んだんですよ。で、なんか過去妹2回行ってて、そのライブに。で、その私初めて参加したの、応募するのに。その1回目初めてその妹がライブ当たった時は、パパとママと妹の携帯で申し込んで、ママのだけ当たったんですよ。そう、ママのだけ1個当たって、で、ママと妹で行ってきて、で、2回目もパパとママと妹で申し込んだらパパのが当たって、で、パパと妹で行ってきて、で、今回申し込む時に、その私もその何、日付日程的にもう NGT も卒業してるなって思ったから、まあ、いいよ申し込んであげてもいいよって思って申し込んであげたの。私とママとパパと妹の名前で。そしたら私のだけ当たったんです私のに当選って出てきて、
本当にさ運いいのかな。私あのそんなに、ま、その妹が好きなの知らないんだけど、全然知らないけど、妹が好きだからみんな申し込んでる。で私が当たったの、初めてその会に参加してその何な抽選、その家族で申し込む会に初めて参加して、また私当たって、なんかどんな強運、なんか運使いすぎて無理なんだけど、てか妹のに関しては自分の運使いたくなかったそうで、みんなお気づきかもと思うんですけど、4人で毎回やって3回やって、ママのが当たってパパのが当たって私のが今回当たって、妹自分の名前で1回も当たってないんですよ自分が行きたいライブなのに家族頼み、毎回自分の名前で妹当たってないんですよ一回もそう、私その当選ってなった時に家にいなくて、お仕事あってその日夜遅く帰ってきて、夜遅かったのに妹起きてて、お姉ちゃんありがとうって言われた心からのありがとうだった。本当にさ怖いの、運が良すぎてめっちゃ、なんかこんなさ、なんか基準がそこっていうのもおもろいけどね、コンサートを申し込んでめっちゃ当たってるよみたいな、でもすごいすごいことじゃない。そう、なんか妹のその好きな方のやつも結構な倍率なんですよ。だって家族4人がさ申し込んでさ、まあ1人当たったぐらいで、私初めてその参加したの、家族みんな申し込んでる中私1人だけ参加しなかったから、だから私が今回もその申し込まなかったらいけてないんですよ、妹感謝してそうだ、それぐらい当たらないと言われてる。そう、なんかその妹が好きなアーティストさんの申し込んでるんですけど、その妹の友達も好きな子がいて、その子とかは毎回外れてるんですよ、そのね申し込んでも。多分だからそれぐらい、わかんない、私もどれぐらいの倍率とかその方がどれぐらい人気なのかわかんないけど、でもそう、それぐらいのところに私が当たったのもすごいし、で日向坂さんのがみんな一番多分分かりやすいよね日向坂さんの当たったのやばくない？しかも渡辺美穂さん推しメンの出場セレモニーとかに当たったり、え結構すごい倍率のものがポン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 当たってるんですよ私。なんかえ大丈夫、死ぬのかな私みたいな感じで、どうもありがとうございます。なんでもうね当たりまくってるんですよ。どうもありがとうございます。おかしいでしょ、怖くない？私も怖い。怖いよね普通に。なんでこんな当たってるんだろう。お腹空いたかも。いやでもどうせならさ、その5個あって4個は自分の行きたいやつで3個当たったんですよ。で1個妹ので、だからこの1個外れたやつをさ、この今回の運に持ってて欲しかった。でもすごいよ、こんな当たってる人いんの世の中に。いやてかびっくりした、なんかその日向坂さんのやつが当たった時は嬉しかったの、もちろん。いや当たったって思って、でもツイッターすごいトレンドとか入ってて、その卒業セレモニーの当選当落とかの、
で、なんか調べたらみんな外れた、やっぱ外れた、やっぱ外れたみたいな、当たってる人見かけないぐらいのレベルでみんな外れてて、え、待って、すごいことしたって思って。で、しかも私、日向坂さんのライブはまだ一回も行ったことないから、ないのに大、もうずっと大好きだったんですよ。好きなのになかなかこういう活動してるからライブに行けなくて、そう、でも推しメンの卒業セレモニーって思って行くって決心して申し込んだら、まさかの当選して、なのに行けない、しかも仕事だと思ってお譲りしたらまさかの仕事でもないっていうまさかのね、まさかの仕事でもないっていう。こんばんは。ということで、そろそろやめますか。林、1時間ぐらい経ったかな。読みますね、団長。13位、焼肉大好きさん。12位、楓さん。11位、おるちゃんさん。10位、ランマさん。9位、日焼けさん。8位、エルトさん。7位、まこいもさん。6位、SK さん。5位、チョルさん。4位、サボテンさん。どっから読んでない、あれ、7位、まこいもさん。6位、SK さん。5位、チョルさん。4位、サボテンさん。3位、しめじりさん。2位、ゴーさん。1位、ウサスさん。ありがとうございます。バイバーイ。あ、明日は配信ですね、アルバムの。ありがとうございました。バイバーイ。